うわーうまい、ナイスショーで、今の速いペースだと多分僕ついていけないんですよ。パンパンってきちゃって、だちょっとゆっくり沈めてもらった方がいい。はい、そう、そのぐらいのペース、ナイスキャップ。お、惜しい惜しい、いいよ、ゆっくりの方がね、ペ、あのポーチ出やすい。そう、オッケーオッケー、今のペースの方が多分パートナーを動かしやすい。でたまに早く打ったりゆっくりしたり、そういう感じで緩急緩急。今ちょっとね1個ありましたけど、パンパンってやられたやつ、あれ僕っていうか別に誰でもそうですけど、多分早くていけないんですね。ポーチ行くにも、あ、早い早いで、早いからもうパンって打たれても、わあもうやられたって感じになっちゃうんです。だからゆっくり沈めるっていうところができれば、前衛、まあ要は後ろ、後衛の人の立場で言うと、速いボールではなくてゆっくりでも沈んでればパートナーをポーチに出させやすいっていう環境を作ることができます。であとは速いボール打てるんであれば、もちろんもったいないのでどっかで打たなきゃいけないですけど、コートの中に入れましたとか、まあ、あとは高い打点で打てました時は、あの全然打っちゃっていいと思います。でどこにっていうと、あのクロスのやっぱり、ネットより低いところで取らせたいんです。ここはもう僕多分ここで決められましたよね。ここ多分ハイボレーに来て確実にポンって叩けるから決められちゃった。だけど速くてこの辺に来るボールは多分ディフェンスなので、そしたら僕に打たれるってことはない。だから速いボールもちょっと沈めるって意識が大事だし、まあ、あとストレートも打っていいと思いますけど、ストレートもやっぱ沈めるっていうことなので、まあ緩急をつけれるであれば、やっぱり球だけではなくて緩も必要だし、まあ、緩の中にも緩急が必要になってくる。緩い、さらに緩いでもいいし、緩めのちょっと速いでもいいと思う、まあ、うまくこう緩急をつけながらやっていきましょうか。